こんにちは、ウッキーです。昨日 iPhone7 が発売しましたが、今回は特別に人気があるみたいですね。まあ結論から言いますと、まだ予約している iPhone7 プラスのジェットブラックの 256GB は手に入っていませんが、カメラ機能のことが気になって仕方ないウッキーは、早速触ってきました。第一印象はやっぱりこのジェットブラック、本当に深い黒でかっこいいです。これは今7の方ですが、手ブレ補正がついてレンズが大きくなった印象です。なかなかおしゃれですよね。あとパッと見から見てすぐわかるくらいに液晶がよりクリアになった印象を受けます。それでこっちがプラスの方ですが、この半光沢のブラックも高級感があって、こちらもなかなかかっこいいです。ダブルレンズが印象的ですね。早速このズーム機能を試してみましたが、操作感も良くて、このタップするとね、2倍1倍と瞬時に切り替わりますし、指をねこんな感じでスライドさせて最大6倍まで変えることができます。もともとすごい揺れる上に倍率も上げることができるので、結構本格的なマクロ撮影もできる感じが好印象でした。実際に録画ボタンを押してズームをタップするとこんな感じになります。非常にスムースですね。そして 4K の30フレームを試してみました。やはりフル HD の60フレームに比べると少しなだらかさが少なくなりますが、スタビライザーはよく効いている印象です。ただ少し残念なのは、フル HD でできたズーム機能は使えませんでした。せめて光学ズームの2倍だけでも対応してほしかったと思っているとともに、社外アプリなどで対応できるものができることを期待したいところです。ちなみにプラスではない方の7の方は、デジタルズームなどの倍率を変更することは動画撮影ではできなかったですが、今回初めて搭載された光学手ブレ補正プラススタビライザーはよく効いている印象を受けました。これなら本体だけの手持ち撮影も見やすい動画が撮れることでしょう。ウッキーの iPhone はいつ来るのでしょうかね。以上、簡単ですがカメラレポでした。実機がやってきましたら、オズモモバイルとともに、深く掘り下げていこうと思っていますので、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。